武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は島根大学の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、総合理工の物質化 が、時間120分で大問5題、して、総合理工の物質化以外と、生物資源、化学部、に関しては大問4題で時間90分となっています。この大学に関しては、まあ、医学部医学科で、理科が出題されませんので、まあ、そういった形になっています。で、化学の、難易度に関してですが、それぞれの問題は割と、標準的な問題中心、ですが、計算と論述がかなり多く出ており、それ専用の対策をしてないとちょっと辛いかなと思います。なので、センターまでの対策、まあ、学校で配られるようなセミナーなどの問題集、もしくはリードライトノートなどの問題集を仕上げた上で、まあ、国公立標準問題集、キャンパス、仕上げておいて、まあ、その上で過去問をやっておくといいかと思います。また、余裕があれば、計算問題の出題量も多いので、ゼロから始める化学計算、などの計算問題集を1冊追加でやっておくといいでしょう。それぞれの問題に関して、まあ、解き方がわからないような複雑な問題はほとんどありませんので、どちらかというと回答が思いついてもちゃんと回答を書けるか、また計算問題割と多いので、その計算を正解まで持っていけるかっていうような、やり方はわかるけど答え出せるかっていうところをしっかり、ですね、練習しておき、まあ、回答まで持っていけるように、していきましょう。で、まあ、どの問題に関しても、まあ、先ほども言ったように、そこまで難易度が高い、わけではない以上ですね、ミス、だったり、まあ、この形式に対しての対策不足で失点する可能性が高いので、そちらを、落とさないように気をつけてください。で、分野に関しては割とまんべんなく出てきますので、理論、向き、有機、全範囲しっかり押さえておきましょう。以上が科学の勉強となります。